フィーンことチョンフィーンは、韓国の女性歌手、ガールズグループママムのメンバーである。2018年4月にデジタルシングル、マグノリアでソロデビュー。2019年9月にセカンドシングル、ソアをリリース。2021年4月には、ファーストミニアルバム、レッドを発表した。 2014年にガールズグループママムのボーカル、パフォーマーとして RBW からデビュー。2018年4月17日、デジタルシングルマグノリアでソロアーティストとしてデビュー。2019年9月4日、セカンドシングルソアをリリース。タイトル曲は韓国主要音楽サイトのリアルタイムチャートで同時1位を達成した。2021年4月13日、 ファーストミニアルバム、レッドを発表。初動売り上げが自己最高記録となる約5万枚に迫る売り上げを記録し、歴代女性ソロ歌手として書道記録トップ10に名前を挙げた。タイトル曲、ウォーターカラーは、メロン、最新24ヒッツ、ジニーやバグズのリアルタイムランキングなど、韓国の主要音楽配信サイトのリアルタイムランキングで1位を記録した。また、 世界12地域の iTunes ソングチャートで1位を記録した。まもなくデビューから7周年を迎える2021年6月11日、RBW との専属契約を更新しないもののグループ活動は継続して参加することを発表。アルバム制作や単独コンサート出演を含むグループ活動を2023年12月まで継続する延長合意契約を締結した。 8月31日、ビックスのラビが率いるザエル 1V と専属契約を結んだことを発表した。ありがとうございます。